よっしゃ、行くか。仇を討ちに奴が来る。ダリーんだよな。ダリーんだけどな。ダリーな。真ん中のやつダリーな。さて行くかーって時に。いいやついった。ダリなおさらダリー食い潰すかこいつ。あうぜめんどくせえよ。左のやつな。聞かない。最強の布陣じゃねえか。あー左利き。ダリ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 。しまった。回復しとけばよかった。消しとけば今更ながら言えてなかった。奈良かってなんだ。使うぜこの時を待っていたディスクウォーズ。なんだこのパーティー。えって感じだろうな。ヌエもえなんでって感じだろう。おっさん。1年だ。すげえな、やっぱ勝てえわ、あいつ。やんなくてもいいんだけどな、ついつい。勝てえな。すぐ洗いじゃん。超だるかった。あ、スキル覚えらんねえな。まあいいや別に。うん、なんいくらでもレベルが上がれば。このゲーム255まであるしレベル。まあこれだな。これでよかろうよ。よしよし。いやまあいいか。大丈夫だべ。もう一回確認。自殺あるんですよね。よっしゃ来たな本丸。短パン。こいつでもあれだよな、御大将としてはかっこいいよな。仲間思い。どんな感じだったっけな。僕あー行くのか。分け身。あ、いきなりいいんすか。あーどうすかな。当たっちゃったな。雄たけび。
ロック補助。スクロール。あーそっか、竜やんのか、こいついきなり。あれ？楽？スクー？そうだ、こいつこれだ。分け身。じゃあ、スクか、じゃあ。気合い。でかじゃん。ラックよし。これでよい。あ、でくんだ、やるか。やるよね。これが怖えんよ。じゃあ行きますか。左。かわすね。右。続くぞ。無理。こいつ光電どうなんだろう。痺れたらありだけどって感じかな。まあ気合でいいかな。アジャス、ありがてえありがてえ。無理。さいや、かっこいい、勇ましい。え、これ流れ来てんじゃねえ。だいぶ来てるぞこれ。今あれか、打ってもよかったかな。何でしょ、回復しとく一応。無理。タル楽スク。待って、とりあえずデカジャをかけましょう。よし、これ。おお、え、俺影見えてる、もしかして気合でよかったの俺最初のやつ。これのー楽スクエニュイーン。そしてこれだよな、とりあえず左。うわー、マジか、そういう。ベリス行くな、ベリス行くな、マジベリス行くな、ベリス行くな。いいよな、使って。いや。マジ言ってる。うわ落ちた、嘘だろ。いやこれおかしいだろ、絶対おかしい。当てられるか。ああ！
メディアだな。やべえ、ハイボール。はい、そうだ、出す。お使え使え。右打ち左。押してどうしよう。さて困った。とりあえずデカじゃん。一応右。くう。四分の一じゃん。いやマジそれなんでクリティカルないつも。使うよ。いやー、 OK、 よい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 よ。これ2V1か。やる、いやー OK、 よくやれた。今さらだけどみんな無駄に強えんの。そう強えな。いくぞ。もう一回。ふう。最初調子良かったんだけどな、もう分かんねえや。分かるもんでもねえしな。右、うん、有効に使いたいんだけどな。メディアとかで使う。くぅ、全然当たんね。いやーまずい。今お客使う、怖え。無理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 。こんな度胸ねえわ俺に。左、いけおら、うっしゃ、いやいい、楽しいの、はい、回して、はい。そして回す必要なかった。あ、参加者か。一人ヒートライザー、一人ヒートライザー、まあヒートライザー一人でやるもんだけど、そもそもがどうすっかな。じゃあこれ、ここで、あ、いや、まずは気合か。デカじゃして、あ、一体ずつ消してくの大事だよ。暴れまくりはダメなんだよ、脳幹にされる。 OK です。くぜ、おい、やっとか。
だいぶあれだな、生きてることがちょっと弱々しいな発言。バルエン、ラク、スク、ワイン、楽しいねやっぱこいつ。右、全部右じゃ。楽しいの。はい、早いな。間髪入れずにやるようになってきた。とりあえずバフがけは1回ずつ解除していかないと。なればそろそろ必要だべ。結構回復したな。ここ、やべえ、あ1個消えた。いやきちい、2回目か。大掃除2回目か。神どうだろうな。マカミ、うずめとマカミ。マカミの回復だな。思ったほど回復しねえ。二分一当てられるかな。どこだ、あった。よしよしよし、いい子だ。せこいっすけどいいよね。シャラクセ、すげーだからな、ここは。すげーよ、こいつ、やっぱり。いやー全然当たんねえ。当たるか。くーだりー。どっちだったか。パライズじゃねえ。岩清水ねえ。ねえのか。うわー岩清水がねえ。
ましょう。エリゴール、エリゴールとりあえず隠さずどっか。じゃあね、これで一旦潰して、左、いや、まあ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 、これ卑怯、これ卑怯だよ。間髪入れずは卑怯じゃろ。負けに、これ B に着座使うか。デパジャして、右に、いやー当たんねえ、まずで、くそ、外れた時手上げるのムカつくな、ヒャッハーみたいな感じ。な、いやー全然当たんねえ、下手くそ、右、2分1で外した。じゃんけん下手くそなんだよな。じゃんけんに下手もうまいもないか、弱いか、うんだよな完全に。結構ここに絞ってる感はあるな。でもそろそろいい感じじゃろ、おねんねしなくて。覚えておくわよ、杖があった、杖があった。じゃあ割れ始めた、ウィー、お、タッチ、上がった、誘拐。はい、はい、長いな、ディスポイス。めっちゃ長かったのにディスポイス。ありがとうございます、アジャス、強かったね。この辺あれね、今のうちに解放させたいですね。今レベル43か。なんかここの鬼たちって本当は40前後だと、40以上じゃないときついのかな、確か。40以上ない、40でギリギリとかって言ってたかな。結構だからあれなのかな、やっぱ強えんだな。1万とか、3000。宝玉か。宝玉いっぱい使ったかな。あんまりなんか床用、まあかなり使いましたけど。バッカっていうのもな。このパーティーは最高だ。ああ、ワンタンでいけんだな。でもこいつ体力500ぐらいあるんじゃねえ。エリゴ上がる？エリゴじゃない ?D か。D が上がるのか。おー、どうしよう。悩むな。村雲か。なんか結構使いづらかった気がするんだよな。何覚えん、あ、そうだ、物理に強くて、火炎と表現、二属性に弱いのはきついな。精神無効。俺のスキルにもそろそろ、ここ欲しいっすよ。ヒートウェブ最近使ってねえしな。ブラックもね、なんか使いづらいあれですけれども、耐性がね。というわけでいけなかった。ドラクサいきますか。であとはしこめちゃんとヌエをどうすっかなって感じですね。
やだ、宝玉はやだ。消えならいいや。一試合終えたばかりで D でも2回ぐらい死んだ強かったな。4分の1はやっぱきついな。てか2分1も結構外してた気する。9キラー、まああれっすね、バフとデバフがやっぱ1個ずつあった方がいいかな。つわげなんで落下状況します。はい、ルビー、はあ、金持ちのおじいさんだったんだな。富豪だったんだな、大掃除。ああ、なる前。なんか、徳が高そうだもんな、見た目。全然しびれない。この婦人強いな、ムド効かねえし。強えな、見た目が強え。強かった。ここは変化しないんだっけ。よし、今度はいけるべ。まさかね、肘のあれを死んで聞き忘れたっていうね。あれーって、なんか閉まってるなーって、こんなんだったっけなーって感じだった。今いくら？お、12万。これマガタも買えんじゃねえか。よし、雷も。ここはでもあれだよな、変換図しないからな。ようこそ。これなんか言いたかったらしいよね、こいつ。そう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 。ってなってんのになぁ。うむ。へでもねえのや。強い女や。まあ、とりあえず。まあ、大僧正にかなり頼ってはしまったんですけど。なんとか勝てました。浅草来たらとりあえず第2カルパ行こっかなってちょっと思ってたんですよね。やんないけど一応ちょっと見てみますか。どういう感じなんだろう。じゃっす、待て待て。一回だけ使ったんだよな。うん、成長。あ、こいつデックンだ、覚える。いる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 。ピシャーチョ全部覚えたらあれだな。うん、デックンだと吸血欲しいな。デックンだと吸血欲しいな。ガラス天下はなんかもうここまで来たらもう盗賊のヨッシミはいらないな。こいつは3000の。エリオールさんも前回も前回も前回も。ベリスが、そう、ベリスは結構魔界の調べ、あれ確かアギ系だよね。あれアギ系だったっけ。特区なんだよな、ウズメとか。待てと、ヌエとチコメでベリス。いいけど、いいけどあれでしたね。マカミは項目点か。パワー、ホルス。あ、気づけばホルスとかも全然できるレベルですね。サケバス。オルトラス、サルタヒコ。バホメット先生、リース。ピシャーちゃん。ファントもギリ作れるな。こいつな。こいつがあれだっけ？いや、違うな。確かシャドウが一番上か。キューマ自爆って面白すぎる。しかも今この、キューマ自爆。
楽かじゃ、楽んだ、すくかじゃ、見覚えの成長、吸血、宝探し、面白すぎるな、これ。使いたいわ、むしろ。しこめちゃんはとりあえず使いたいですね。あ、くしなだ姫、いやー、でも D 使うのか。こいつがね、欲しいんすよね。これで、生贄に、うずめを食わせると、いい感じで、いや、D は使えねえよ、さすがにでも。メリーゴール。なんか作りたいっすね、でも。で、仕込めを、マカミと、ああ、項目点ができんのか。マカミは結構活躍してくれて、そろそろあれかな。レベル26。爪も、使いたいんだけどね、難しいんだよな。あ、ホルスできるのか。ファイヤーブレス、ホックブレス、見覚え、あ、見覚えの成長。ホルスいいかな、でも。あのね、回復がね、二人一気にいなくなるのとね、具足がつかない。やばい、うずめちょっと取っときたいな。まあ、マカミと、仕込めで、項目点かな、とりあえず。借金、ホックブレス、ペトライ。まあまあまあ、そんな感じですかね。それでとりあえずそこにヌエを食わせるかって感じかな。それでなんかスキルが微妙だったらじゃあ食わせるか。マカミと仕込めで項目点でプラス、まあ、ヌエを、まあ、ヒヒッカギ、オタケビ、オタケビとかついたらいいなって感じで作りますか。よし。でだ。ここですよ、問題は。えい。宝玉林、2万。4000円。7000。まあでももう一個ダイヤモンドあるんだよな、そういえば。36,000。なんだろう、結構あるな。まあ、これはな、さすがにな、売れねえかんな。チケット4枚か。みっぺ、何やっかな。あー、岩清水、ちょっと、貯めますか。ユハナ、ゲヘナ、あれいけずぜ、噛んじゃった。いけずぜとか。ゲヘナが火なんだよね、確かなんか。めっちゃ強いの覚えんだよな、確か。とりあえず行くか。これ1個ください。はい、5枚目。変えますね、よかった、取っといて。ね、ほんでね、いくらだっけ、あと2万か。いや、あるんすよ、ここに2万がちょうど。金はでもなくていいんだよな。あの、そうするとあのバラマキラインの時に、あ、やべえ、売りすぎた。売りすぎたってな。これとりあえずじゃあおなしやす。ニルバーナ、ソフィアはあれか、あのあれだ、ゲームだ、ゲームに勝たないと手に入んないんだ。見てみっか、ニルバーナ。まあまあ、向こう自殺に弱いと。ハマの雷光か。バックモでゲヘナと。ゲヘナがなかなか地獄の豪華か。反撃そろそろあれかな。まあ、デスカウンターが欲しいんだよな、個人的に。デスカウンターも確かこれだよね。あれ近かったっけ。結構、あれですね、マガタマも集まってきましたね。この辺上の方ちょっと解放していきたい感はあるけど。多いな。5個覚えるんだ。4個。ハマのライ、なんか、この辺で、なんか、ジャベリンレインとかさ、ゼロスビートはなんか、ね、やっぱ、名前的に入れたいじゃないですか。まあ、メディアとか、反撃を消して、いや、ヒートウ、あ、ヒートウェブ消すか、それ来たら。そう、名前的に入れたいじゃないですか、やっぱ。ジャベリンレインって言いたくなるじゃないですか。
なことはまあちょっとどうでもいいんだけど、てか早く終われって感じなんですけど、とりあえず岩清水をちょっと、あ、ひょっこり岩清水が切れてるんで、チケットもらえる額だけちょっと買っとくか。マネ方の故郷、とりあえずは転送第一角、はい、岩清水ここなんだよな、売ってと、あと池袋も売ってたっけ。とりあえずここは売ってる。超久しぶり、これ戻ってきてんのかな、あのガラクタ屋。どうなんだろう、そういえば調べたことなかった、いねえのかな。あーでもあいつ、そっか、拠点を構えるから、そういえばくださいな、岩倉の水。これ2個、うん、これそうだな、ああれ何だったっけな、確かねあれがあるんですよね、てかあれだ、宮島にすっか、とりあえずイソラが出てくるから、何枚だ今、7か、とりあえずあと2枚買って、2枚通過、あいいのか、これ2個買って、岩倉の水はちょっとでも欲しいっすね、さすがにきついよあれ。あディスポはまあいいとして、なんだこれ、あなんか進化がどうのってやつか、もう1回だけとりあえず買って、ちょっとね覚えてないですよ俺も、どれで甲がもらえるか、甲がもらえる箱があるんだよな、ちょっとじゃあすげえ中途半端だけど一旦ここで切ります。あとなんだ、あ岩倉、いやでも岩倉はな、なんか10個ぐらい持っときたいな、ディスパライズ、ディスチャームもちょっと買うか、あディックロもいるな、10個ぐらいずつは持っときたいよな、金がねえか、いやでも相馬1個ぐらい売れば、うん、よし、とりあえずすいません中途半端ですけど一旦ここで切ります、あじゃあ